川崎市環境総合研究所から熱中症予防のお知らせです。近年猛暑日が増加しており、熱中症の被害者が増えています。そのうち約半数が高齢者です。梅雨明け直後の急な暑さには特に注意が必要です。暑さ慣れしていないため、暑さが最も厳しい時期よりも熱中症の被害は多くなっています。こまめに水分補給を行うなど、熱中症を予防しましょう。詳しい情報はこちらから。